手が出たんですよね。打ったー、ライト満塁ホームラン、荒波の今シーズン第2号満塁ホームラン、ベイスターズ勝ち越し。田島のストレートをしっかり捉えました。バルディス田村、そして荒波が最後に帰ってきました。6対2、ベイスターズ4点のリードになりました。完璧なタイミングで捉えましたね。そうですね、今のはね、変化球でも行くのかなと思ったんですが、はい、ちょっとシュート回転ですね。今日ずっとね、シュート回転のストレートの話してましたが、やっぱりそうなんですね。そういう意味で言うと本来の田島のストレートの威力ではなかった、はい、そしてまあワンバン投げてしまったことによって、まあ、ほぼ変化球がないということをね、はい、考えることができましたよね。